東海道本線は東京都千代田区の東京駅から兵庫県神戸市中央区の神戸駅までを結ぶ JR の鉄道路線である。この他に多数の視線を持つ。日本の鉄道路線としては最古であり、明治時代に初めて日本に鉄道が付設されて以来、日本の鉄道交通、物流の大動脈を担い続けている。JR の路線で唯一管轄する。 旅客会社が三社にまたがっており、東京駅から熱海駅までは東日本旅客鉄道、熱海駅から米原駅までは東海旅客鉄道、米原駅から神戸駅までは西日本旅客鉄道の管轄となっている。一部の貨物支線が日本貨物鉄道の管轄であるほかは、支線の管轄は接続する本線と同じ会社である。なお、講義では東海道、 山陽新幹線の東京駅から新神戸駅までの区間も東海道本線に含める場合があるが本項目では在来線としての東海道本線全般の概要や遠隔などについて記す新幹線については東海道新幹線山陽新幹線をまた在来線の地域ごとの詳細については以下の記事も参照東海道本線は 東京から横浜、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪などの太平洋ベルトといわれる本州の太平洋側の各都市を経て神戸までを結ぶ全長 589.5km の路線である。市線を除いた全長は山陰本線に次ぐ日本全国第2位である。東路線のうち 新橋駅横浜駅間は日本最初の鉄道として1872年に開業した。その後関西では1874年に大阪駅神戸駅間が開業し、数回にわたる路線延伸を経て1889年7月に新橋駅神戸駅間の全線が開業して、首都圏と京阪神とが鉄道で結ばれた。その後、 東京駅の開業や山間部でのルート変更などを経て、現在の東海道本線が出来上がっている。長らく日本国有鉄道が運営する一本の路線であったが、1987年4月の国鉄分割民営化によって、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本の三社に管轄が分かれ、この旅客三社が第一種鉄道事業者として、 線路の保有と旅客列車の運行を行い、JR 貨物が第二種鉄道事業者として旅客三社の線路を使用して貨物列車を運行するという体制となった。前線開業以降は日本を代表する道見役となり、東京や京阪神と中国地方、九州を結ぶ長距離旅客列車が多数運行されていたが、1964年10月に、 輸送力増強を目的とした東海道新幹線が開通すると長距離旅客輸送の役割は道新幹線に譲り並行する東海道本線の旅客輸送は地域輸送中心の体制に移行した2021年時点では全線を走行する定期旅客列車は新大特急サンライズ瀬戸出雲しか運行されておらず三島駅富士駅間 静岡駅名古屋駅間には、寝台特急を除いて、特急列車は運行されていない。一方で、貨物輸送に関しては現在まで大動脈としての位置づけを保っており、多数の貨物列車が JR 貨物によって運行されており、ほとんどの貨物列車が山陽本線や東北本線と直通運転している。気候は、 関ヶ原付近を除くと年間を通じて温暖で改良により勾配も抑えられている。路線の名称はかつて江戸と京都を結んでいた東海道に沿う経路で建設されたことにちなんでいる。ただし、厚田駅草津駅間は当初中山道経由で路線が計画された経緯から中山道及びミノ路に沿っている。これは中世の東海道の経路である。 現代では、東海道本線と並行する主要道路として、東名、新東名、名神、新名神などの高速道路を呼び、国道1号が、いずれも東京県、名古屋県、大阪県の三大都市圏を結んでいるものの、一部区間では、経路が大幅に異なる。国鉄時代の日本国有鉄道線路名称では、本路線を指す名称として、 東海道本線が使われており、東海道線の名称は、東海道本線及びその支線だけでなく、山手線、横須賀線、御殿場線、三延線、飯田線、竹豊線、福知山線などを支線として含む総称として使われていた。しかし、国鉄が分割民営化された際に策定された、日本国有鉄道の事業等の引き継ぎ並びに権利、 および義務の承継等に関する基本計画においては、本路線の名称が東海道線と定められている。以降、両方の名称が並立して使用されている。例えば国土交通省発行の文書や、道償監修、鉄道要欄では東海道線の名称が使われ、JR の線路名称広告では東海道本線の名称が使われている。ただし、 国土交通省や JR 各社のウェブサイトにおいても、両方の名称が混用されている。東京近郊では、旅客案内上の東海道線は、小田原、熱海方面への中距離電車や特急列車を指し、東京駅大船駅間で並行して走る、近距離電車に対しては、山手線、京浜東北線、横須賀線などといった、系統名称を使用することで区別している。 また、国鉄分割民営化後に、JR 西日本は、アーバンネットワークと呼ぶ自社の京阪新地区の管轄区間に、路線相称を設定し、東海道本線の前原駅京都駅間には、美和湖線、京都駅大阪駅間には、JR 京都線、大阪駅神戸駅間には、JR 神戸線の路線相称が設定された。関西地方においては日常会話でも、相称で呼ぶのが、 一般的であり、関西地方のマスコミも路線相性で報道している。終点である神戸駅からは、ほとんどの列車が山陽本線と直通運転にしていることから、東海道、山陽本線とまとめて呼ばれることがある。2015年の上野東京ライン開業で起点の東京駅から東北本線の宇都宮線区間、高崎線。 常磐線と直通運転を開始したため、東海道本線はこれまで、京浜東北線や山手線など電車線のみがつながっていた、東北本線とも本格的につながった。結果として、起点、終点で、本州の大動脈の東北本線、山陽本線と直通運転が行われるようになった。JR 東日本区間の東京駅、 小田原駅間は、山手線、京浜東北線、横須賀線、東海道貨物線などを含めて、福福線以上、JR 東海区間の名古屋駅稲沢駅間、JR 西日本区間の草津駅神戸駅間は、福福線となっている。山陽本線の神戸駅西明石駅を含めた、草津駅西明石駅間は、日本最長の福福線区間であり、 新快速の高速運転や速度の異なる列車を裁くのに活用されている。なお、東海道新幹線は、東海道本線の線像として建設されたため、その観点で、東新幹線及び、山陽新幹線新大阪駅から新神戸駅間を、東海道本線に含め、新神戸駅を、神戸駅とした場合、 東海道本線は支線を除いて全区間複々線の路線となる。1982年の東北新幹線、開業以前は新幹線は完全な線像扱いであったが、JR 線路名称広告では東海道新幹線及び山陽新幹線新大阪駅から新神戸駅間を東海道本線の七種の支線として扱っている。一方、 基本事業計画や鉄道要欄では別の路線として扱われている。東海道本線の歴史は日本の鉄道の歴史を象徴している。開業当時の新橋駅開業当時の横浜駅の全景明治時代に入ると政府は東京と大阪を結ぶ鉄道の計画を持ち上げたが当時は東海道経由と中山道経由の2案があり 方向性が未決定であったため、まずは流動の多い東京横浜間を支線として先行開業をさせることとなった。まず1872年10月14日に新橋駅横浜駅間が日本で最初の鉄道として開業。翌年9月15日からは貨物列車の運行も開始された。 一方、関西では1874年の大阪駅神戸駅間の仮開業を経て、1877年2月5日に京都駅神戸駅間の営業を開始。1880年には大阪山経由で大津駅まで延伸され、大津駅長浜駅間には大基線による美琶湖経由の鉄道連絡線が開設された。 1883年8月、政府はすでに東京高崎間の建設が決まっていたことに鑑み、東京大阪間幹線鉄道を中山道経由で建設することを決定。中部地区では、この中山道線建設のための資材輸送を目的として、現在竹豊線となっている区間を含めた竹豊駅木曽川駅間が1886年に開業。 また1884年には、中線道ルートの一部として、大垣駅、関ヶ原駅、長浜駅間が開業している。しかし1886年7月、政府は、東京大阪間鉄道の予定経路を、工期が半分に抑えられるとして、工事の難航が予想された中線道経由から、東海道経由に変更した。ただし、 既存路線を積極的に活用して、建設予算を低減する方針から、名古屋草津間は、江戸時代の東海道ではなく、ミノロと中山道に沿うルートでの付設となった。この後は、一大プロジェクトとなり、一気に建設が進んでいった。1887年には、木曽川駅加納駅大垣駅間、横浜駅神図駅間、浜松駅大府駅間が開業。 武豊駅、往復駅間は支線化された。1889年に、神津駅、浜松駅間、そして同年7月に、関ヶ原駅、前原駅、馬場駅間が開業し、こうして、新橋駅、横浜駅間開業から17年の月日を経て、新橋駅から、神戸駅までの 600.2km が鉄路で、結ばれた。この時全線直通列車が一往復運行され、 所要時間は20時間強であった。なお正式な路線名称はこれまで設定されていなかったが、1895年には東海道線の路線名称が与えられた。この時の路線は、伊豆、箱根、伊吹山、大阪山という交通の難所において、ルートが異なっていた。最初の頃は、宿場にお客が来なくなる、汽車が火事を起こすなどと、 宿場から反対された結果、市街地に用地を取得できず多くのルートが郊外に建設されたため、宿場から離れた地点に設けられた駅も多かったとも言われている。ただし、当時の新聞記事や県の記録などには、東海道各宿が積極的な誘致運動を行っていた記録はあるが、反対運動を行っていたという記録が見つからないことから、これを否定する見解もある。 日清戦争終戦後の1895年10月には、神戸駅から西へ伸びる山陽鉄道との直通運転が始まった。翌1896年には、新橋駅神戸駅間の急行列車の運行が開始され、1900年には、寝台車、1901年には、食堂車の連結も開始されている。1906年には、最急行が登場し、 1909年には、新橋駅神戸駅間が12時間50分にまで短縮。明治最後の年である1912年に、再急行が特別急行に変更され、新橋駅山陽本線下関駅間で運行された。東京駅超特急、延1914年12月20日には、東京駅が開業し、同駅が東海道本線の起点となった。 同時に東京駅高島駅間で電車の運行が開始されている。対象期になると輸送力増強のため、前述の難所においてルートの変更が必要となった。その一つである大阪さんは新大阪山トンネル、東山トンネルが新たに作られ1921年に現在のルートになった。これによって特急列車による 東京駅神戸駅間の所要時間は11時間45分となった。伊豆、箱根地区についても別ルートを建設することとし、1925年までに、神戸駅熱海駅間が熱海線として開通したが、熱海駅沼津駅間は、丹那トンネルの建設が難工事となったため、開通が遅れた。一方、この頃から列車線の電化工事が東京側から始まり、 1928年までに東京駅・熱海駅間の電化が完成、それまでの蒸気機関車に代わる電気機関車の運用も開始された。1929年には初めて愛称月の特急、富士、桜が、翌1930年には超特急、円が登場。1934年には、 タ那ナトンネルが開業し、神津駅沼津駅間の現在のルートが完成。旧ルートは、5.、御殿場線と名称が変更された。同時に電閣間も東京駅沼津駅間となり、縁の東京駅神戸駅間は8時間37分となった。また、同年以降、京阪新地区でも、電車の運転が開始された。1937年7月には、 特急列車が1日後往復体制となり、この時が戦前における東海道本線の黄金期とされる。しかし日中戦争、そして太平洋戦争が始まり戦時体制下となると、様々な物資を運ぶために貨物列車が増発、長編成化されていき、代わって特急列車は廃止されていき、寝台車や食堂車も消滅していった。 また1945年に入ると、連合国軍機による空襲や、機銃奏者によって、駅や線路、車両が破壊された。電車特急、小玉1945年に日本は、廃線を迎える。その後の混乱期には、電力不足や蒸気機関車を動かすための石炭も、不足した上に、連合国軍専用車両の導入などもあり、列車ダイヤは、 乱れ、一時は、特急、急行や一等車、二等車が全く走らないという事態にもなった。また、客車不足のために、貨車による旅客輸送が行われたりもした。1948年に、ようやく急行列車が復活。1949年に、公共企業体としての日本国有鉄道が発足後、戦後初の特急列車、平和が、 運行開始。また、電閣間も沼津駅から西へ、再び延伸を始めた。1950年は、ツバメに加えて特急、鳩が登場し、戦時中に伸びていた、所要時間も戦前の水準にまで短縮された。また東京口では、客車普通列車が電車化され、湘南電車の運行が開始されている。1956年、 東海道本線全線の電化が完成した。これによって特急、つばめ、はとは、東京駅大阪駅間7時間30分となる。1958年には20軽客車による、寝台列車が運行を開始。また151軽電車を使用した初の電車特急、こだまが運行を開始し、東京駅大阪駅間を6時間50分。 東京駅神戸期間を7時間20分で結んだ。1960年には、ツバメ、ハトも電車化され、従来の展望車に代わるパーラーカーが連結された。この他にも優等列車が多数増発されていった。貨物列車では1959年に高速コンテナ、列車、宝の運行が開始された。一方この頃高度経済成長や、 東京オリンピックの開催決定を受け輸送力増強のための戦造計画が持ち上がり、標準機による別船建設が決定。1959年に着工が始まり、これが東海道新幹線として開業することとなる。新快速湘南ライナー1964年10月1日、東海道新幹線東京駅から新大阪駅間が開業。 当時の最速立列車、光は、両駅間を、当初4時間、翌年から3時間10分で運転した。これによって、東京京阪新幹輸送の主役は新幹線に移ったため、在来線と呼ばれるようになった東海道本線では、中高優等列車の多くが廃止され、変わって、地域輸送主体の路線に変化していった。 1970年代以降、京阪新地区では、平行多車線に対抗する都市間速達輸送列車として、新快速が新設された。同様に、名古屋地区でも電車による快速列車が登場している。首都圏では、通勤後方面作戦の一環として、湘南電車と横須賀線電車の線路の分離が1980年に行われている。 1984年以降は、列車本数の少なかった静岡、名古屋地区でも短距離列車の増発、同時拡大ア化が行われるようになる。1987年4月1日に行われた、国鉄分割民営化によって、東海道本線は、旅客3社と貨物1社に経営が分かれ、各社の地域事情に合わせた、輸送改善が行われるようになった。 通勤ラッシュの激しい JR 東日本の首都圏地区では列車の定員増加による混雑感は他社と競合する JR 東海の名古屋地区と JR 西日本の京阪新地区では快速列車の増発やスピードアップが図られていった通勤客向けの通勤ライナーも各地域で相次いで登場したさらに空港アクセス特急の乗り入れ 1997年からの、京阪神観光電車の JR 東西線、宝塚線直通運転、2001年開業の湘南新宿ラインなど、新たな運行形態も登場させている。JR 貨物では、貨物列車の高速化が行われ、2004年には、動力分散式の貨物用電車、スーパーレールカーゴの運行を開始している。 平成後期以降も京阪新地区では、北陸本線鶴ヶ駅以南の直流化、首都圏地区では、上野東京ラインなどにより、道路線からの直通運転が拡大され、普通列車グリーン車の値下げ、京阪新地区新快速の追加料金制 AC との新設など、座席サービスにも変化が現れている。一方、前述の通勤ライナーは、 車両の置き換えと同時に特急に変更されたり、列車そのものが廃止されるなどによって、静岡地区を除いて、縮小の位置図をたどっている。夜行列車は、航空や高速バスなどに押されて利用者が減少し、2009年をもって、東京駅発着のブルートレインが姿を消した。夜行の普通列車として、東京駅と大垣駅を結んでいた。 いわゆる、大垣夜行は1996年から指定席制の快速、ムーンライトながらとして運転されたが、こちらも2009年以降は、臨時列車化された後、2020年春が最後の運転となった。その後定期の夜行列車は道路線のみならず、JR 全体でも、電車特急、サンライズ瀬戸出雲一往復を残すのみとなっている。一方、 団体臨時列車としては、JR 東日本のトレーンスイート式島、JR 西日本のトワイライトエクスプレス随風という豪華寝台列車が新たに登場し、東路線の各車エリア内も走行経路に含まれている。駅施設の面では、2001年に登場したスイカを川切りとする IC 乗車カードの利用対応エリアの拡大や、 主に外国人の利用を考慮した駅ナンバリングの導入がそれぞれ各社エリアで行われ、2021年までに、美の赤坂支線を除いた東海道本線の全区間がこれらに対応するようになった。大都市圏の利用者の多い駅を中心にホームドアの設置も進められている。ここでは道路線の線路の変車や、駅の開業、開廃などを中心に記す。がついている駅は、 あとに、路線分離により、東海道本線の駅ではなくなった駅。列車の運行形態の歴史については、関連項目説で挙げられている記事を参照。新橋駅神戸駅間全通まで、新橋駅神戸駅間全通以後熱海線、丹那トンネル開通後線号東海道新幹線、開業後分割民営化以降以降、東は、JR 東日本。 海は JR 東海、西は JR 西日本、かは JR 貨物に関する出来事を表す。現在の日時より未来の日時で記されている事項は予定である。東海道本線全線の運行形態の概要を以下に示す。急行、比例寝台特急、朝風1964年の東海道新幹線、開業前は、ツバメ、ハト。 小玉をはじめとする優等列車が多数運転されており、沿線の各都市間を結んでいた。しかし、東海道新幹線の開業後は、都市間連絡鉄道としての機能を新幹線に譲ったため、道路線内のみの優等列車は縮小され、国鉄時代から、準急急行特急と種別を変えながら最後まで残った、東海も2007年に廃止された。 現在では道路線全線を通して運転する、中高優等列車は設定されておらず、線内のみを運転する優等列車は、JR 発足後にホームライナーを置き換えた、通勤特急、湘南、琵琶湖エクスプレスのみとなっている。一方、道路線の一部区間を経由して、伊豆半島、甲信地方、岐阜県飛騨地方、北陸地方、北、近畿、 山陰地方など多路線沿線へ向かう優等列車は現在に至るまで存続し、さらに JR 発足後には貨物線などの有効活用によって新たに南紀方面の列車や成田国際空港、関西国際空港へのアクセス特急が乗り入れるようになった。三島駅から富士駅まで及び静岡駅から名古屋駅までの区間には定期中高特急列車の設定がない。 一方、沼津駅から浜松駅までと名古屋駅から大垣駅までにかけては乗車整理券制のホームライナーが運転されている。夜行優等列車はかつて、船内で運転される急行列車や、東路線沿線と山陰、四国、九州、北陸、東北方面を結ぶ、寝台特急、急行が多数存在し、このうち客車を使用した寝台列車は、ブルートレインと呼ばれた。 しかし、国鉄分割ミニ化による JR 発足後は、利用者の減少により、列車の廃止、統合などが行われ、東海道本線を定期列車として走行する、ブルートレインは2012年の日本海の臨時列車化をもって姿を消した。現在では、定期列車として残る夜行列車は、寝台電車を使用したサンライズエクスプレスのみである。 2021年3月開始時点の東海道本線を走行する列車は以下の通り、強調表示した区間が東海道本線内を表す。印の駅は全列車が通過する。運転区間、路線は主要なもののみ掲載する。詳細については、当該列車の記事を過去の列車については、下記の列車項目及び関連項目説で挙げた項目を参照。 電化前の客車列車時代には長距離、長編成の普通列車が多く運転されており、中には東京駅から九州の文字駅までの 1123.9km を丸1日以上かけて運転される普通列車もあった。電車運転となった後にも東京駅前原駅間 445.9km を走行する普通列車が設定されていたことがある。 京浜地区や京阪神地区では戦前から電車による短距離高頻度運転が行われていたがそれ以外の地区では長年貨物列車や長距離列車が優先され地域輸送列車の運転には大きな制約が課せられていたしかし鉄道貨物輸送の減少や新幹線開業による優等列車の減少により線路に余裕が生まれたことにより 1984年からは各地区で近距離旅客列車の増発が行われ、高頻度の地域輸送が実施されるようになった。1987年の国鉄分割民営化によって3社に分割されて、以降は頻回運転の普通列車が各社によって設定され、地域事情に合わせたダイヤや車両が運用されている。 民営化から30年以上が経過した現在、普通列車は、ほとんどが各地区内で完結する運転となり、地区間をまたがる列車は少数である。また、各都府県の中心駅を、始発、終着とせずに、スルー運転する列車が多いのが特徴となっている。以下に、各地区ごとの普通列車の運行形態の概要を、述べる。 東京駅熱海駅間この地区の東海道線、中距離列車は、工術する各系統と並行する東京駅大船駅間においては一部の駅にのみホームがある列車線で運転される。横須賀線との線路分離後から民営化後にかけては、列車本数の増発や定員の増加による輸送力増強、快速列車や通勤ライナーの設定などの輸送改善が行われた。 2001年から湘南新宿ラインの乗り入れで、渋谷、新宿、池袋の福都新地区へ一本の列車で結ばれるようになり、1973年以来となる高崎線への直通列車も設定された。また、1973年に廃止となった東京駅以北の上野駅及び東北本線、高崎線との直通運転が、 上野東京ラインの愛称にて2015年3月改正から復活し合わせて常磐線から品川駅までの乗り入れが開始された一方で JR 東海管内へ直通する普通列車は民営化後に徐々に削減され現在では沼津駅発着の列車が朝夕夜に残るのみで神津駅からの御殿場線との直通はないまた 伊東線直通列車も朝夕夜が中心となった。日中は東京駅経由列車は1時間あたり普通6本が運転される。半数の列車は平塚駅または小田原駅伊東での運転となり小田原駅熱海駅間は毎時3本の運転となる。湘南新宿ラインは特別快速が小田原駅伊藤で毎時1本、快速が平塚駅伊藤で 毎時1本運転される。平日朝ラッシュ時の上り方面は2から3分間隔の高密度運転となり、他に、夕ラッシュ時下り方面には、東京駅始発の快速、アクティも運転される。京浜地区では、東海道線の列車と並行して、古くから超、中距離列車と分離した近距離電車の運転が行われ、 現在も以下の運転系統がそれぞれ決められた線路で運転されている。これらは基本的には東海道線とは案内されないが正式には一部区間が東海道本線に該当する。熱海駅と洋橋駅間静岡地区では国鉄末期の1984年より静岡駅を中心とした区間に短距離列車、駿河シャトルを設定して高頻度 当時間拡大や運転が開始され、民営化後は、静岡駅周辺に加えて、三島駅、沼津駅周辺、浜松駅周辺の3都市圏に重点を置いたダイヤが、組まれた。この静岡地区では、都市圏の範囲が他地域に比べて狭く、各駅停車による、近距離輸送が中心となっており、名古屋地区から乗り入れる、快速列車も含めて各駅に停車する。 日中、三島駅沼津駅間では、毎時5本、沖津駅静岡駅、島田駅間では、毎時6本、掛川駅浜松駅間では、毎時4本、それ以外の区間では、毎時3から4本の普通が運転される。一部、御殿場線や美延線との直通が行われているほか、熱海駅沼津駅間では、JR 東日本との直通列車、静岡駅豊橋駅間では、 名古屋地区との直通列車がある。停車駅豊橋駅前原駅間名古屋地区では、豊橋駅名古屋駅岐阜駅間で競合する名古屋鉄道への対抗のため、1971年より、電車による快速列車が登場した。1980年代以降は、列車本数の大幅な増加や当時拡大やかにより、国電型ダイヤが形成され、 さらに民営化後は新快速、特別快速といった新列車種別の設定、竹豊線直通列車の拡大などが行われ、現行のダイヤに至っている。日中は、快速列車が豊橋駅名古屋駅大垣駅間で毎時4本、各駅に停車する普通が豊橋駅岡崎駅間で毎時2本、岡崎駅大府駅間で毎時3本。 大府駅名古屋駅岐阜駅間で毎時4本、大垣駅前原駅間で毎時2本の運転であり、岐阜駅大垣駅では快速列車が各駅停車の役割を担う。静岡地区との直通列車があるほか、朝夕夜を中心に、大府駅名古屋駅間などで、竹豊線との直通列車、名古屋駅岐阜駅間では、中央本線からの直通列車が運転される。 大垣駅美濃赤坂駅間の支線は、朝夕夜は、毎時1から2本、日中は2から3時間に1本の運転で、2012年より一部列車を除き、ワンマン運転が行われている。前原駅神戸駅間神戸駅以西の山陽本線、及び前原駅から北へ伸びる北陸本線の直流電区間と一体化した運転体系である。 京都駅大阪駅神戸駅間の京阪神間では阪急電鉄、京阪電気鉄道、阪神電気鉄道と競合するため対抗策として戦前から急行電車による速達運転が行われ現在ではその流れを受け継ぐ快速に加えて1970年に新設された新快速が頻繁に運転されている。なお快速は 高月駅伊藤では普通として運転される。他に、京阪神間では、通勤型電車を使用した普通も運転されている。国鉄末期の1986年改正以降は、草津駅伊勢の方向別複々線が有効活用され、基本的には、列車の速さで線路を使い分ける形態だが、時間帯約間に応じて、柔軟に使い分けされている。 日中のダイヤでは1時間あたり、前原駅安駅間で新快速2本と、普通2本、安駅山品駅間では新快速3本と普通4本、山品駅伊勢では、湖西線直通の新快速1本を加えた、新快速4本と快速4本の台制となっている。朝夕には、草津線に直通する列車も運転されるが、 JR 東海大垣駅への直通は2016年3月改正で終了した。観光電車は高槻駅以西で日中1時間あたり8本の運転で1997年の JR 東西線開通時より天ヶ崎駅経由で高槻方面と福知山線総合、神戸方面と JR 東西線総合の直通運転が行われている。 上記以外に、山品駅京都駅間では、京都駅発着の湖西線列車、大阪駅山ヶ崎駅間は、大阪駅発着の福知山線列車が乗り入れている。貨物列車は、新橋駅横浜駅開業から約1年後の1873年9月15日に、運転が開始され、以来、国鉄末期に運転規模の大幅縮小はあったものの、東海道本線では、 約140年間にわたって貨物列車の運転が続いている。2014年3月改正時点では、鶴見駅と水田貨物ターミナル駅との間には、定期列車で1日35から40往復ほどのコンテナ高速貨物列車が運転されている。このうち1往復は、 東京貨物ターミナル駅と桜島線、味川口駅とを結ぶ M250 系貨物電車を使用した列車であり、両駅間を6時間12分で結んでいる。首都圏と名古屋圏、京阪神圏とを結ぶ列車のほか、北海道、東北、山陽、九州などを発着する列車も道路線を経由しており、加えて、前原駅、山品駅以西では、 北陸本線などの日本海中間線に直通する列車が1日10往復ほど運転されている。これらの列車の多くは旅客列車の運転の少ない深夜帯に道路線を走行しており、多い時間帯には1時間あたり6本の貨物列車が走っている。また、石灰石輸送などを目的とした専用貨物列車が、大府駅稲沢駅間や笠寺駅みの 赤坂駅間で運転されている。新規製造された鉄道車両の公衆輸送も不定期に行われている。東海道本線上の駅で定期貨物列車の発着があるのは東京貨物ターミナル駅、川崎貨物駅、横浜葉沢駅、相模貨物駅、沼津駅、富士駅、静岡貨物駅、西浜松駅、稲沢駅、沢駅岐阜貨物ターミナル駅、京都貨物駅、 水田貨物ターミナル駅、大阪貨物ターミナル駅である。また、川崎貨物駅、笠寺駅、美濃赤坂駅で、貨物専用路線に接続している。なお首都圏の小田原駅伊藤及び、大阪付近の茨城駅、天ヶ崎駅間では、貨物列車は、旅客列車とは別の専用の線路を走行し、特に東戸塚駅伊藤と新大阪駅、甘崎駅間では、走行経路も、 旅客列車とは異なっている。また、名古屋駅終わり一宮駅間では、通称、稲沢線と呼ばれる、貨物専用の線路が並行する。EF58 系電気機関車牽引の荷物列車、この節では道路線で、これまで使用されてきた主な車両を、普通列車用、優等列車用、機関車などの3項目に分けて列挙する。 旅客列車に関しては、開業時から、電化完成後しばらくの間まで、主に機関車が客車を経営する、客車列車が多く運用されていた。1950年より東京口において、中距離電車の運転が始まって、以降は、客車列車の電車化が進み、1968年10月からは、他路線に直通する列車を除いて、全面的に、電車運転となった。 なお直流電化である、道路線内で運転される電車は、基本的に直流用電車であり、交流電化の常磐線や北陸本線などに直通する列車には、高直流電車、非電化線区に直通する列車には、機動車が用いられている。貨物列車は1日1往復の電車式、スーパーレールカーゴを除き、機関車が貨車を牽引している。ここでは、貨車、 事業用車及び国鉄時代に使用された郵便車荷物車は割愛する。運用区間や車両仕様などの詳細情報は、車両の記事、または本記事冒頭で挙げた地域別の記事を参照。東海道本線内運行の優等列車用の車両と運用列車を挙げる。前述の通り、現在は東海道本線経由で三大都市圏間を結ぶ。 就航列車は存在せず、直通先の路線環境や、列車の用途に合わせた性能や、車内設備を持った車両が、各社によって、設計、投入されている。一部の普通列車や通勤ライナーに運用されるものも、存在する。以下、事業者名のないものは、国鉄の形式、または国鉄から、JR 各社に継承された形式である。 印がついた車両は現在運用中の車両。国鉄時代の形式ミニエカ号及び他社の形式あたり路線の普通列車に使用される車両は国鉄時代は片側に扉クロスシートの8 0系や片側3扉セミクロスシートの1 1 3系などの共通仕様の車両が全線で運用されていた。しかし1980年代以降 平行多車線との競争の激しい京阪新地区や名古屋地区において快適性を重視した片側に扉転換式、クロスシートの117系が快速列車用に投入されたのを皮切りに地域実情を考慮した車両が投入されていくようになる。国鉄分割民営化後はこの流れがさらに進み、旅客三社を農々が独自仕様の車両を投入、運用している。 ラッシュ時の混雑率の高い JR 東日本の首都圏地区では混雑緩和に重点が置かれ、ロングシートの増加や2階建て車両の投入によって定員を増やし E217 系以降の新系列車両では扉も通勤系車両と同様の片側4カ所として乗降時間の短縮が図られている。近距離輸送が中心の JR 東海静岡地区も 民営化後に投入された車両は、ロングシートが中心となっている。一方、JR 東海の名古屋地区や、JR 西日本の京阪新地区では、117系の転換式、クロスシートを継承しつつ、扉を113系などと同様の片側3カ所とした、車両が主力として運用されるようになった。いかに、東海道本線の地域輸送で使用される車両の、 一覧を示す。印のついた車両は現在運用されている車両である。なお前運用などで使用される特急用、急行用車両は前節参照。また、山手線、京浜東北線、横須賀、総武快速線、常磐快速線、相鉄、JR 直通線、横浜線、京阪神観光電車、及び道路線に乗り入れる湖西線、福知山線。 過去に乗り入れた二股線などの車両の一覧は、各路線記事を参照。国鉄時代の形式民営化後の形式特記のない、ものは、直流電車あたり路線内で、貨車や、客車の牽引に使用されてきた機関車を挙げる。便宜上、貨物用電車もここに含める。基本的に高直流電気機関車は、北陸本線との直通列車に使用され、 それ以外の道路線内運用には直流電気機関車が用いられる。また、京浜地区や静岡、名古屋、大阪周辺の短い区間でディーゼル機関車も運用されている。東京駅の東海道本線0キロポスト、神戸駅の東海道本線終点、山陽本線起点、明治政府は当初、幹線ルートを回路との競合を避けるために、 中線道沿いにすると決定したものの、山岳地帯への布設が困難なことから、東海道ルートに変更した経緯がある。東海道ルートに変更した際に、すでに開業していた区間は、最大限に活用する形で早期に、東西両系を結ぶことを目指したため、中線道ルートを前提として路線が、当時までに開業していた厚田駅、草津駅間のルートは、 旧東海道から外れている。元来の東海道筋である三重県側には、施設鉄道の関西鉄道によって、関西本線、草津線が付設されている。海岸沿いを通る区間は少なく、早川駅、熱海駅間及び、貫原駅、を津駅間が海沿いに付設されている。他は、神津駅、吉原駅、持宗駅。 弁天島駅付近でわずかに海岸沿いを通る程度である。また、品川駅や横浜駅の近辺はもともと海岸線に近いところに付設され、用地が取得できなかった品川駅は造成した埋め立て地の中に横浜駅の手前の区間は遠浅の海の中に盛り土をして作られたが、どちらも後の埋め立てで海岸沿いからは離れている。 海岸線から離れたところに付設されているのは、軍部が他国艦隊による鉄道への艦砲射撃を恐れて、山間部に付設することを要請したからという説がある。明治期に、鹿児島本線の八代駅、鹿児島駅間を当初、海岸沿いではなく山間ルート、現在の被殺線のルートで付設したのと同様である。また昭和期には、浜名湖にかかる橋梁の爆撃を恐れ、 二股線を東海道本線のバイパスルートとして開業させ、橋脚が多い同線の小田原駅、熱海駅間が爆撃が受けた場合に備え、小田急小田原線と御殿場線が代替として活用できるよう、松田駅構内に連絡線を設けさせようとした事例もある。松田駅の連絡線は線中には完成しなかったが、戦後に直通列車の運転実施のため開通した。 一方で、当時の土木技術や車両性能から、トンネルや勾配を抑えるために敷設条件が限られた、という説も有力である。東海道の海岸沿いは、地形が険しい箇所も多く、また、内陸のルートより遠回りになる場合もある。地形がきつい旧東海道の豊橋岡崎間や、 鈴鹿峠からは大きく外れたルートを取り、京都駅大阪駅では軽街道の対岸を通した。なお、神津駅沼津駅間の箱根峠迂回路や、関ヶ原周辺、それに、大津駅京都駅間の大阪山越では開業後に、編成が、長大化した後、勾配緩和によって、補助機関車の連結を解消することを目的とし、路線の付け替えが行われている。 以下に、東京駅神戸駅間の本線全線を呼び、大垣駅みの赤坂駅間の支線の線路を呼び、沿線の外境について記す。なお、品川駅武蔵小杉駅鶴見駅間の支線については、横須賀、総武快速線を、東海道貨物線、梅田貨物線、北方貨物線については、各記事を参照。 東京駅大船駅間浜松町駅付近。東京モノレールが上を越えていく6号川、京梁京急電鉄下月掃除寺駅付近にある、東海道貨物線との分岐清水谷とトンネル、東海道本線の起点、東京駅は JR 新幹線、在来線各線が集中する、ターミナル駅。21世紀に入って、以降、 皇居川丸の内口の赤レンガ駅舎が開業当時の外観に復元されたほか、八重洲口側には高層ツインタワー、グラン東京が建設された。東海道線列車と横須賀線電車はかつて同駅を運転上の起点としていたが、1980年から横須賀線は地下線を経由して東に延びる総武本線とつながり、 2015年3月14日からは、北に伸びる東北本線、高崎線、常磐線の列車が、上野東京ラインを経由して、東海道線列車線に直通している。品川駅までの東京都心部では、地上の海側の東海道線の副線と、内陸側の山手線、京浜東北線が使用する福々線との六線が、東海道新幹線と、並行して南へ進み、 加えて地下に横須賀線用の伏線が付設されている。また、田町までの各駅からは地下鉄各線が接続する。有楽町駅を過ぎると新橋駅。現代の新橋駅は2代目で、日本最初の鉄道として新橋駅横浜駅間が開業した時の初代、新橋駅は現在の駅の東、国鉄末期まで存在した。 貨物専用の塩止め駅の位置にあった。現在同駅の跡地は再開発が進み、ゆりかもめの駅もある。次の浜松町駅からは東京モノレールが 1km ほど東海道本線に並行。また、東海道新幹線の向こう側に休止中の東海道貨物線が並行し、新幹線回送線と共に臨海部の東京貨物ターミナル駅方面へ続く。 摩地駅を過ぎると列車線の上下線が分かれ、間に、東京総合車両センター、摩地センターを挟む。かつては広大な車両基地であったが、跡地の再開発が進行し、山手線、京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅が開業した。横須賀線が地上に上がると、東海道新幹線と京急本線が接続する、都心南部のターミナルである、品川駅に至る。 この駅は特急列車を含む常磐線直通列車の始発、終着駅となっている。ここまでの駅のうち、東海道線と横須賀線は、東京、新橋、品川の3駅のみに、ホームがある。品川駅を出ると、京急本線をくぐり、続いて、横須賀線電車が経由する東海道本線支線が、山手線や東海道新幹線とともに、 内陸側に離れ、本線は、東海道線と京浜東北線の線路、別複々線となる。この先、京急本線や国道15号とともに、川崎を目指して、南南西へ進む。山手線の車両基地沿いを過ぎると、京浜東北線大井町駅へ。続いて、住宅街を進み、道線大森駅、蒲田駅を過ぎる。 このうち大井町駅と蒲田駅からは、都内南部を走る東急各線が接続。六号川橋梁で多摩川を越えると、東京特部から神奈川県川崎市へ移り、南部線が接続する川崎駅に至る。ここから横浜駅までは、海側の京急本線と並行しながら住宅地を進む。南部線浜川崎市線をくぐると、海側から、 東海道貨物線が並行して横浜市へ。続いて内陸側から品、鶴線が貨物線と横須賀線線路との複々線で現れ、前車は東海道貨物線に合流、後者は右隣に並行する。鶴見川を渡ると京浜東北線と鶴見線の接続駅で貨物線のジャンクションでもある鶴見駅。 同駅を過ぎると、京急線火月総人寺駅付近で、横浜羽沢駅を経由する、東海道貨物線が、地下に潜り内陸側に、続いて、京急線生麦駅付近で、同貨物線から分岐した支線が海側に離れ、変わって、京浜東北線が、東海道線の左へ移る。品、鶴線と東海道貨物線横浜はざ駅方面は、特急、 湘南の一部が経由するほか、相鉄新横浜線経由で、相模鉄道直通電車も乗り入れる。横須賀線、東海道線、京浜東北線の三福線で進み、京浜東北線新小安駅を過ぎると、内陸側から横浜線が京浜東北線に合流し、両線の接続駅である東神奈川駅。同駅手前より、国道1号が並行し、 同国道と首都高速神奈川2号三沢線をくぐると横浜駅へ至る。同駅は地上の JR 各線、京急本線、総鉄本線、地下の東急東横線、港未来線、横浜市営地下鉄ブルーラインの合計6車局が乗り入れる。京浜東北線は同駅から根岸線に直通するが、日本最初の鉄道開業時の横浜駅は、 現在の道線桜木町駅の位置にあり、道線が磯子駅まで延伸されるまで、現在の横浜駅桜木町駅間は、東海道本線に属していた。東海道新幹線は、内陸部の新横浜駅に発着し、横浜駅からは、横浜線、または、地下鉄線で連絡している。京急本線と根岸線が、横浜駅で海側へカーブして離れ、 東海道本線右隣には、相鉄本線が、道線西横浜駅付近まで並行。道線が離れると、東海道線と横須賀線の複々線で、住宅街を進む。左側に、国道1号が並行し、横須賀線ほどがや駅をぎ右にカーブ。ここから、玉丘陵と、三浦丘陵に挟まれた谷間を進み、 ほどがやバイパスをくぐった後に両線が少し離れてトンネルを抜ける。このうち東海道上り線の清水谷とトンネルは日本の鉄道トンネルとしては現役最古である。内陸側から東海道貨物線が現れ横須賀線の右隣に並行し離れていた東海道線が近づき三腹線となる地点に横須賀線東戸塚駅がある。 緩い S 字カーブを描きながら工場群の中を進み、横須賀下り線が、東海道線の左へ移り方向別複々線となると、地下鉄ブルーラインも接続すると塚駅へ。さらにカシオ川沿いに南下すると、横須賀上り線が左へ移り、海側から根岸線が現れて、大船駅となる。同駅は、横浜市と鎌倉市に、敷地がまたがっており、横須賀線、 根岸線との結節点であるほか、湘南モノレール、江ノ島線も発着している。大船駅、熱海駅間、相模川、橋梁早川駅、根深川駅間、白糸戸川橋梁を大船駅からは一般に湘南と呼ばれる地域を西に向かう。大船駅を過ぎると、横須賀線が海側に離れ、ここから、小田原駅までは、旅客船と貨物船の線路別複々線区間となる。 工業地帯を抜け、横須賀線の車両基地、鎌倉車両センターに沿い、湘南貨物駅跡地を通過。その後境川を渡ると、藤沢駅。同駅では、スイッチバック構造の小田急江ノ島線のほか駅前ロータリーの向かい側から江ノ電が接続する。小田急江ノ島線をくぐり、周辺で再開発が進む辻堂駅を過ぎると、ここから、 神津駅までは大ね国道1号と並行する。住宅密集地や工場群の中を進み、右側の茅ヶ崎海行くを過ぎると相模線が接続する、茅ヶ崎駅。そして新湘南バイパスをくぐると周辺に田畑が点在するようになり、相模川を渡ると平塚駅へと至る。平塚駅から、 小田原駅までは1979年に複々線化が完成した区間で、この間に踏切はない。平塚市から中軍に入り、貨物線にある相模貨物駅を通過。下水川を渡ると、線路は東京駅から続いた関東平野から大磯丘陵と相模湾に挟まれた定地へと移り、また沿線は田畑の比率が高くなる。 大磯駅と二宮駅を過ぎると、相模湾に近づき、左側奥に、国道1号と青少バイパスが並行して、小田原市内の高津駅に至る。開業当初はここから、箱根山を北に迂回して、御殿場駅を経由する経路であったが、工術の丹那トンネルの開業後に、現ルートとなった。現在の高津駅ではその旧ルートである JR、東海御殿場線と、 JR 東日本高図車両センターへの改送線が分岐する。ここより、相模湾から離れ、足柄平野に入り、貨物線上の青掌貨物駅と旅客線の鴨宮駅を過ぎ、右側から東海道新幹線が並行。佐古川を渡って市街地に入り、 国道255号と伊豆箱根鉄道台、小山線をまたぐと、内陸側から小田急小田原線が現れ、在来線、新幹線と伊豆箱根、小田急、箱根登山鉄道の5社の接続駅である小田原駅に至る。同駅構内で旅客線と貨物線が合流し、この先東海道本線は名古屋駅まで伏線のみとなる。小田原駅からは箱根峠を越える。 国道1号から離れて、相模湾沿いを南南西に向かい、JR 東海三島駅までは、東海道新幹線とほぼ並行する。小田原駅を出ると、小田原城の西側を過ぎて、トンネルを抜け、箱根登山鉄道鉄道線が、内陸側に離れる。青少バイパスをくぐり、早川を渡ると、市街地の南端に位置する早川駅。この付近から、熱海駅までは、 国道135号と並行。また箱根山の外輪山が海岸近くまで迫り、カーブやトンネルが多く存在する。トンネルを5つ抜けると、相模湾に面した根深川駅を過ぎ、上地平行原、ワーレントラス橋の白糸川橋梁を渡る。次の真鶴駅の手前には、真鶴トンネルがあるが、同トンネルの区間はかつて現在より海側を通っていた。 マナズル半島の付け根にあり、マナズル漁港の最寄り駅である、マナズル駅を過ぎ、トンネルを抜けて盆一部に出ると、湯河原温泉の最寄り駅、湯河原駅。道温泉を流れる千と瀬川を渡ると、神奈川県から静岡県に移り、東海道本線で2番目に長い泉越トンネルへ。さらに、トンネルを抜けて、伊豆山を越すと、 伊豆半島の玄関口の一つである、熱海駅に至る。新幹線接続駅である北海道線が分岐しており、在来線駅は JR 東日本が管轄する JR 東海との境界駅である。熱海市は温泉都市であり、駅から南東側の相模灘沿岸に温泉街がある。熱海駅静岡駅間去った峠からの俯瞰。国道1号。 東名高速道路と並行している清見寺と東海道本線製鉄、入江岡駅横を通過熱海駅を出ると伊東線のくるみ屋駅がある。隣に並行している東海道本線にホームはないが熱海駅で折り返す車両の留置線がある。そのすぐ西側から東海道本線最長の丹那トンネルに入り、クルミ駅上り場内信号機の地点から 線路の管轄が JR 東日本から JR 東海へと移る。全長7804メートルの道トンネルで、伊豆半島付け根の丹那山地の下を抜けると、山間部にある、神奈美駅。道駅からはトンネルを抜けつつ、勾配を下っていき、山地を抜けると、新幹線接続駅の三島駅。伊豆への西の玄関口でもあり、 伊豆箱根鉄道スン線が分岐している。三島駅から富士駅までは富士山、足高山の南側の平地を西へ向かい、また静岡市までは国道1号や東名高速道路に近いルートを通る。東海道新幹線が内陸側へ離れ、木瀬川を渡る手前で内陸側から御殿場線が近づく。同線が東海道本線として使用されていた時代は、 現在の下刈駅が三島駅となっていた。その五天場線が合流すると沼津駅。かつては沼津湖駅に通じる貨物支線が分岐していたほか、機関車の基地である沼津機関区が併設されていた。同市内の片浜駅手前からは旧東海道を挟んで千本松原が駿河湾沿いに吉原駅付近まで続く。現駅を過ぎ、東田五の浦駅からは 静止の町、富士市に入り、工場、倉庫群の中を進む。田子の浦港近くにある、吉原駅からは、学南電車学南線が接続。次の富士駅からは、身延線が接続しているほか、沿線の静止工場への専用線が分岐している。また、東海道新幹線の新富士駅は、富士駅から直線距離で1 5トルほど離れている。 富士駅を出ると、身延線と分かれた後、富士川を渡る。その後、山地を避けて、左にカーブして南へ向かい、富士川駅を出て、東海道新幹線をくぐる。再び西へ向きを変え、次の新貫原駅からは、静岡市内の駅となる。神原駅を過ぎると、沖津駅手前までは、山地が、駿河湾沿岸まで迫り、東海道本線と、国道1号、 東名高速道路が駿河湾沿いに集中して南西へ向かう。その途中にある、由駅付近は、由井旅行で上がる桜エビやシラスを名産とした観光地となっている。札田峠付近で、東名高速道路が内陸側に離れ、海岸沿いを進むと、国道52号をくぐり、沖津駅、そして清水港付近の倉庫や工場群の中を進むが、その途中には、 臨時駅であった袖市駅跡地がある。清水港近くにある、清水駅は、継承地、三保の松原の最寄り駅であり、かつては、国鉄清水港線が分岐していた。清水駅からは、駿河湾沿いから離れて、静岡平野を南西へ進む。清水駅を出ると左隣に、静岡鉄道静岡清水線が2キロメートルほど、平行。 この区間では1950年に事故で普通になった東海道本線の列車が、聖鉄線を走行したことがある。聖鉄線と分かれると、東海道新幹線が、持胸駅まで並行。宇都丘陵の北側に位置する、草薙駅は、草薙神社の最寄り駅。東名高速道路をくぐった後、上下線の間に、静岡貨物駅を挟み、 その構内の上を製鉄線がまたいでいく。同貨物駅構内が終わると、貨物操車場跡地の再開発商業地区に設置された東静岡駅。周辺は静岡県コンベンションアーツセンターがあり、高層住宅などの再開発が進んでいる。高架に上がると、静岡車両区からの回送線が合流し、静岡市の中心駅で、 新幹線接続駅でもある、静岡駅。駅北側の繁華街の中に製鉄新静岡駅、さらにその北側に、静岡県庁をはじめとする観光庁街がある。静岡駅豊橋駅間大井川橋梁。川の向こうに見えるのは、牧野原大地愛能駅と、並行する東海道新幹線浜名湖を渡る、静岡駅を出ると安倍川を渡る。この先、旧。 東海道や国道1号は山間に回り、宇都宮峠を越すが、東海道本線は峠を避けて海岸沿いへ向かう。静岡市内の安倍川駅を経て再び、駿河湾に近づき、餅胸駅を過ぎると、石部トンネルに入る。この区間の海岸線は切り立った崖が続く、大崩れ海岸であり、かつて、東海道本線は、トンネルの間でこの海岸沿いに出ており、 その後は現在東海道新幹線が使用している日本坂トンネル経由となっていた時期もあった。この付近では東海道新幹線の他に東名高速道路と国道150号も並行する。トンネルを抜け、重洲駅からは海岸沿いを離れて静岡県中西部の志田平野を西南西へ進む。西焼洲駅を過ぎると東海道新幹線や 東名高速道路から離れて、かつて、静岡鉄道寸に線との接続駅であった、藤枝駅、そして島田市に入って、大井川に近づき、六号駅、島田駅に至る。東海道新幹線開業前の1960年、藤枝駅、島田駅間には高速試験用の線路が設けられ、この線路で、時速175キロメートルの凶器、 最高速度記録が誕生した。島田駅を過ぎると、大井川を渡る。渡り終えると、菊川駅までは、牧野原第地の山越え区間となり、沿線には、斎園が多くなる。大井川鉄道大井川本線が接続する、金谷駅からは、東海道三大難所の一つとされた、佐よの中山を避け、牧野原トンネルへ。この、 トンネルの下り線部分は1974年に新線に切り替えられたため、出口付近では上下線の間が離れている。大きくクランク型に曲がりながら進むと菊川駅、そして東海道新幹線と並行して山間部を抜けると掛川駅。ここでは東海道新幹線と当初東海道本線のバイパスとして作られた。 天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線が接続。駅の南には、小笠山、北には、掛川城がそびえ立っている。掛川駅から、浜松駅までは、静岡県西部の工業地帯を西へ進むが、工場群の合間には、田園地帯も広がる。東海道新幹線と、並行して、東名高速道路をくぐり、静岡県小笠山総合運動公園スタジアムの、 最寄り駅、愛野駅を経て、静岡鉄道すんえん線との西の接続駅であった、袋井駅、そして三栗屋駅へ。この辺りから、遠州平野に出て、原の谷川、大田川を渡り、岩田駅、豊田町駅に至る。東海道本線最長の天竜川橋梁で、天竜川を渡ると、浜松市に入り、国道1号をくぐり天竜川駅、そして高架に上がり、 浜松駅に至る。新幹線停車駅であるとともに、隣接する新浜松駅からは、遠州鉄道鉄道線が発着している。駅付近には、静岡県で最も高いビルである、アクトシティ浜松がそびえ立つ。浜松駅を出ると左側に、貨物専用の西浜松駅、右側に、JR 東海浜松工場の線路群が広がる。鈴木の本社が、 付近にある高塚駅を経て、舞坂駅を過ぎると、東海道新幹線や国道1号と、並行し、遠州灘に近い浜名湖南端部を渡る。この中間の島には、弁天島駅がある。浜名湖を渡り終えると湖岸近くを進み、浜名湖、ボートレース場が近接する、新居町駅、その後東海道新幹線や国道1号から離れて、湖西市役所も寄り駅である。 和し駅へ。そして小岸からも離れ、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線の終点、新所原駅。同駅に架か,かる小川を境に、愛知県に入る。東海道新幹線が再び並行して、二川駅を過ぎると、豊橋平野に入り、国道259号と豊橋鉄道厚見線を、くぐり、豊橋駅に至る。豊橋駅名古屋駅間建設中当時の、 はい、三駅付近、大高駅付近。橋梁の老朽化のため、この部分のみ南方貨物専用地を通る豊橋駅は、東三河地区の中核都市である、豊橋市の中心駅で、東海道新幹線と、飯田線、名鉄名古屋本線、豊橋鉄道厚見線のほか駅前からは、東海地方唯一の路面電車となった豊橋鉄道、東田本線が発着する。 東海道本線は、同駅から名古屋市に向かっておおむね北西方向へ進む。名鉄名古屋本線との競合区間となるが、名鉄線は東海道本線よりも内陸側を経由し、国道1号も同線に沿って進む。豊橋駅を出ると、伏線の線路を共用している、飯田線、名鉄名古屋本線が右隣に3キロメートルほど並行する。豊川、 豊川放水路を通過すると、両線は、東海道本線から離れ、平井信号場で、それぞれ分岐する。西小坂井駅、愛知水戸駅あたりでは、豊橋平野の田園地帯の中を進む。蒲氷市に入ると、三河湾湾岸近くを進み、三河大塚駅付近には、テーマパークであるラグーナ蒲氷がある。 星越山トンネルを抜けて、三河三谷駅を過ぎると高架に上がり、蒲郡駅。名鉄蒲郡線が左隣に並行し、蒲郡ボートレース場に近接する三河塩2駅を過ぎると、名鉄蒲郡線と三河湾から離れ、三金山と遠望峰山に挟まれて、北西方向へ。三金駅、高田駅を出ると、岡崎平野を、ほぼ直線で北へ進み、 愛美駅を経て、愛知環状鉄道線が接続する岡崎駅に至る。なお、岡崎市の事実上の玄関口は、名鉄名古屋本線の東岡崎駅となっている。岡崎駅を出ると、岡崎市の市街地を通らずに、愛知環状鉄道線と分かれて、左に曲がり、矢作川を通る。その後は西北西にほとんど直進で進み、沿線には、住宅地が増える。 西岡崎駅を過ぎ、名鉄西尾線と交差し、安城市の中心駅、安城駅へ。その次は、新幹線接続駅の三河安城駅だが、在来線側は普通のみが停車する。刈谷市に入り東刈谷駅、野田新町駅を過ぎると、名鉄三河線が接続する刈谷駅で、付近に、豊田自動織機や電装の本社がある。刈谷駅を過ぎると、 工業地帯や住宅地の中を進む。藍島駅を杉藍島側を渡ると右にカーブし、竹豊線と合流して、大府駅に至る。ここから、岐阜駅までは、当初計画されていた中線道経由の、鉄道建設のための資材運搬を目的として、建設された区間であり、農美平野を北北西方向へ進む。左側には、未成線となった、南方貨物専用地が、 笠寺駅まで続く。京和駅を過ぎ、伊勢湾岸自動車道、名古屋第二環状自動車道をくぐる付近から、名古屋市に入り、南大高駅手前から右隣に、東海道新幹線が並行。大高駅を過ぎ、名古屋高速3号、大高線をくぐると、貨物専用の名古屋臨海鉄道東高線が、分岐する笠寺駅。東海道新幹線と分かれて、 住宅街の中を進むと、四日市方面へ向かう、国道1号をくぐり、東海道本線はここから旧東海道ルートを、外れる。続いて右側から名鉄名古屋本線、左側から名鉄とこな目線が現れ、両線が複々線を構成して、右隣に並行。名鉄神宮前駅の北に、JR から、熱田神宮への最寄り駅である、熱田駅がある。 名鉄線と並行して北へ進むと、金山駅で中央本線と名鉄線、名古屋市営地下鉄が接続し、金山総合駅とも呼ばれている。この先名古屋駅までは隣に中央本線や名鉄線と並行するが、次の岡白橋駅は東海道本線のみの駅で、付近には名古屋球場がある。同駅を過ぎると中央本線が、 右側から左隣へ移り、同線の三の信号上で、東海道本線支線である、JR 貨物名古屋港線が合流。また、東海道新幹線も並行する。名古屋高速5号、万馬線をくぐると、貨物駅であった、笹島駅の跡地横を過ぎ、左側から、関西本線、青波、線、近鉄名古屋線が近づき、名古屋駅に至る。 同駅は1999年に高層ツインタワーである JR セントラルタワーズが完成。名古屋市営地下鉄も接続し、近接する地下駅の名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅を含め5車局が乗り入れるターミナル駅である。名古屋駅、美濃赤坂駅、前原駅間、伊比川橋梁新たる駅跡付近、名古屋駅から岐阜駅までは引き続き名鉄名古屋本線との 競合区間が続き、道線や国道22号とともに北進する。名古屋駅を出ると、本線の左隣に、貨物線が並行する線路別複々線となる。右隣には、名鉄線が並行し、それと分かれると庄内川を渡って、名古屋市から、清須市に入り、名鉄名古屋本線西ビワ島駅付近を越えて、ビワ島駅へ。ここからは、 稲沢線上から東海交通事業場北線が分岐する。その後、五条川信号場付近で稲沢線が本線左隣から右隣へと移り、清洲城近くを通る。この付近より、東海道新幹線は東海道本線から離れ岐阜羽島駅経由の別ルートへと進む。名古屋第二環状自動車道をくぐると清須駅だが同駅は、 稲沢市にある。さらに進むと、旅客駅と貨物拠点が併設された稲沢駅で、稲沢線上には貨物列車用の線路群が広がる。この先で、稲沢線と本線が合流。名神高速道路をくぐって高架に上り、左側から名鉄名古屋本線、名鉄微西線が寄り添うと、名鉄一宮駅に隣接する終わり一宮駅に至る。 終わり、一宮駅から左隣に、名鉄名古屋本線が 3km ほど並行した後、東海北陸自動車道をくぐって木曽川駅に至り、そして木曽川を渡る。この木曽川鉄橋では、かつて C62 形状機機関車が高速度試験で、時速 129km の速度記録を出した。渡り終えると、愛知県から岐阜県に移り、岐阜市に入る。 笠松競馬場付近を通過し、国道21号をくぐると、再び高架に上がり、左にカーブして、高山本線と合流し、岐阜駅に至る。同駅は、岐阜城のある、金華山の南西に位置し、駅周辺には、名鉄岐阜駅や高層ビルの岐阜シティタワー43がある。岐阜駅からは、西方向へ向かい、また、ここから JR 西日本の草津駅までは、 中仙道に沿ったルートを取る。岐阜駅の次の西岐阜駅には、岐阜駅高架工事で、一点新設された岐阜貨物ターミナル駅が隣接する。そして長良川を渡ると、水星に入り、穂積み駅へ。能美平野を、ほぼ直線で貫きながら伊美川の橋梁を渡ると、大垣市に入り、右隣に、垂水鉄道、垂水線が現れて、 道線東大垣駅付近から 3km ほど並行すると大垣駅。同駅はかつて関ヶ原越えの補助機関車の基地があり、また現在は車両基地である大垣車両区が駅西側に隣接する。大垣駅から接続している養老鉄道養老線をまたぐと南荒尾信号場を通過する。同信号場では 東海道本線の支線が分岐するほか、下り線が日本に分岐している。美濃赤坂線は、南荒尾信号場で本線から分岐すると、すぐ、カーブ上に、荒尾駅がある。道駅を過ぎると住宅街を進みやがて、美濃赤坂駅に至る。道駅からは、貨物線の性能鉄道支橋線が伸びている。本線は、南荒尾信号場から、 関ヶ原駅まで急勾配が続き、戦時中の輸送力増強の一環として、勾配を10パーミルに緩和した、迂回線が新設された。以来、下り特急列車や貨物列車は迂回線を進む。トンネルを抜けつつ、山沿いをカーブしながら進む、迂回線には、かつて新たるい駅があった。一方、下り普通列車は、通称、たるい線と呼ばれる線路を進む。 このタルイ線は、正式には下り線である。この線路は25パーミルの勾配があり、途中に、タルイ駅がある。迂回線と上り線、タルイ線が合流すると、関ヶ原駅に至る。関ヶ原は交通の要衝であり、東海道新幹線、国道21号、名神高速道路が、東海道本線に寄り添っている。また、この付近は、豪雪地帯である。 関ヶ原駅から、琵琶湖東岸までの区間は、当初は現在北陸本線の駅である、長浜駅に向かい、同駅で連絡線に接続していたが、その後二度にわたる線路の付け替えで、現在のルートになった。国道21号に沿って、今ストンネルを抜けると、東海道本線の最高地点を過ぎ、旧中線道の今、主塾を過ぎて、滋賀県に移り、柏原駅に至る。 ここからは、伊吹山と、両前山に挟まれた盆地を、オウム型にカーブを描いて進み、大ウ長岡駅付近では、伊吹山の近くに迫る。この伊吹山山6には、住友大阪セメントのセメント工場があり、かつて、大ウ長岡駅から工場への専用線が伸びていた。サメガイ用村上の最寄り駅である、サメガイ駅を過ぎて、オウ盆地の田園地帯に入ると、 北陸自動車道と国道8号をくぐる。この付近にある下り第一閉塞信号機の地点で、線路の管轄が JR 東海から JR 西日本に移る。上下線の間に、基幹区跡地が電流線として広がり、東海道新幹線が近づいて、北陸本線と合流すると、前原駅に至る。前原駅京都駅間南彦根駅ホーム。 前原京都間では一部区間を除いて、河川の釣り下方式にツインシンプルカテナリー式が採用されている草津川トンネル。前原駅の在来線側は、JR 西日本が管轄する JR 東海との境界駅で、東海道新幹線、北陸本線及び、大見鉄道本線と接続する。前原駅からは、琵琶湖の東岸を経由して、京都駅を目指し、 この区間は民営以降琵琶湖線の愛称で案内されている。そのうち彦根駅から安駅までの区間は、朝鮮人街道とともに、古東平野を南西に進む。平坦地を通る曲線の少ない区間で、沿線は、田園地帯が多い。また、前原駅是ゼ駅間は、丹那トンネル区間を除く、新橋駅神戸駅間で最後の開通区間である。 前原駅を出ると、貨物列車用発着線が広がり、左側には奏車上跡地に建設され、JR 各社の新幹線試験車両が、生体保存されている、鉄道総合技術研究所の風洞施設がある。やがて、東海道新幹線や大見鉄道本線と分かれて、琵琶湖寄りを進む。前原駅彦根駅間はかつて湖岸を通っていたが、現在、 内子は埋め立てられている。大見鉄道本線に再び近づくと、彦根駅で、道駅西側には、彦根城がある。彦根駅を出ると、大見鉄道本線が、道線彦根口駅付近まで左隣に並行。南彦根駅を出て、犬上川を渡って、川瀬駅、稲田駅を過ぎ、さらに、愛知川を渡ると、東大見市の能戸川駅。能戸川駅から、 安土方面へ進むと、かつては、内湖が迫り、内湖に突き出た、安土さんの風景を見ることができたが、線中に埋められ干拓されている。腰越,越山トンネルをくぐって、安土山内東側を通ると、安土駅、そして大見商人の町並みや水橋への最寄り駅である、大見八幡駅へ。同駅からは、大見鉄道八日地線が接続する。 篠原駅を出ると上下線の間に車両基地を挟み、安駅へ。この辺りから京都、大阪方面などへの通勤圏となり、住宅が増えてくる。安川を渡ると森山駅、続いて立東駅へ。それぞれの駅前にはマンション群がある。そして草津線が合流し、草津駅に至る。草津駅からは方向別複々線区間となり、 そのうち京都駅までは1970年に複々線化された区間。また、名古屋市内で分かれていた国道1号と再び並行する形となり、大津駅までは、琵琶湖の南端を迂回する形で西へ進む。草津駅を出るとすぐに草津川トンネルをくぐり、次は、南草津駅で、立命館大学琵琶湖、草津キャンパスの最寄り駅でもある。瀬田駅から、 滋賀県の県庁所在地である大津市に入り、琵琶湖の南端から流れ出す瀬田川を渡る。石山寺や東レの本社工場の最寄り駅である石山駅と次のゼゼ駅では、京阪石山坂本線が接続しており、両駅間で、同線は東海道本線より琵琶湖よりを通っている。ゼゼ駅はかつて機関区も置かれていたことがあり、 付近の線路は山越えに備えて高い位置に敷かれている。現在、ここからは1921年に完成した、新大阪山トンネル、東山トンネルを抜けて、京都駅まで、ほぼ直進するルートであるが、開業当初はここから、大阪産の山階を避けて南側へ迂回し、現在の奈良線稲荷駅を経由して、京都駅へ向かっていた。その途中には、 日本初の山岳トンネルであった大阪山水道があり、現在は京都大学寺市に地研究センターがトンネル跡地を使用している。また、急線跡の一部は後に名神高速道路の建設用地に転用された。現ルートは、税税駅を出ると左側に国道1号が並行。次の大津駅は過去に2度移転しており、 前述の新大阪山トンネル完成後に、現在の場所となった。大津駅を出るとすぐに、国道161号と京阪京新線をくぐり、新大阪山トンネルを抜け、京都府京都市に入る。古西線と合流し、京阪京新線、京都市営地下鉄東西線も接続する、山品駅からは、大きな築堤定を進んで、京新線をまたぎ、 東山トンネルを抜けて、京都盆地に出ると、東海道新幹線と並行し、京阪本線をまたぐ。鴨川を渡ると、南側から奈良線が近づき、国道24号をまたいで、京都駅に至る。同駅は、京都観光の玄関口であるとともに、JR 在来線各線や東海道新幹線、近鉄京都線、京都市営地下鉄。 カラスマ線が発着するターミナル駅。1997年に総ガラス張りの駅ビルが完成し、駅西側には JR 京都駅 NK ビルも開業している。京都駅大阪駅間、山崎駅付近天皇山をバックに大阪方面へ進む列車大阪駅手前。右下に見える伏線は大阪環状線京都駅からは、淀川の北側を、 東海道新幹線、阪急京都本線とともに、大阪に向かって南西へ進み、また、水田市までは、名神高速道路も近くを通る。一方、国道1号と京阪本線は、淀川の対岸を経由する。この区間は民営化後、JR 京都線の愛称で案内されている。京都駅から向町駅までは複々線に、 幹線の貨物線を加えた5線区間となる山陰本線が北側へ離れた後、右側には京都鉄道博物館が、さらに先には京都貨物駅がある。同貨物駅からはかつて、山陰本線丹波口駅への東海道、本線貨物支線が分岐し、山陰本線、東海道本線と合わせて、デルタ線を形成していた。 左隣に並行する東海道新幹線の線路が、下り外側線の直上を通る区間に、西大路駅が位置する。桂川を渡ると、南方向へと向きを変え、貨物線が、本線右側から左側へ移り、桂川駅へ。京都市を出て、向町駅を過ぎると、左側には、車両基地である水田総合車両所京都市所がある。 この車両基地からの連絡線と合流すると、長岡京駅に至る。名神高速道路の天皇山トンネル入り口付近を、くぐると、天皇山と男山に挟まれたアイロに入り、左側から阪急京都本線が寄り添う。この山崎は、古来から京都と大阪の交通路のアイロであり、狭い平地の中に、東海道本線、阪急京都本線のほか東海道新幹線、 国道171号、淀川を挟み京街道、京阪本線が寄り添う。阪急線をまたぎ、淀川に張り出す、天皇山のふもとを回る途中に、山崎駅がある。同駅のホームに、京都府と大阪府の府境があり、周辺には、サントリー山崎上流所がある。島本駅を過ぎるとア路を抜けて、大阪平野に入り、右側の車両基地を過ぎて、 高槻駅に至る。高槻駅から沿線は住宅地が中心となる。摂津戸田駅、JR 総治寺駅を過ぎると愛川を渡って茨城駅。その先で大阪モノレールや近畿自動車道、大阪中央環状線をくぐると貨物線が右側へ分岐し、火客分離区間に入る。貨物線には JR 貨物の大阪貨物ターミナル駅からの視線が。 合流し、水田駅手前まで、水田貨物ターミナル駅が広がる。旅客船の千里岡駅を過ぎ、岸辺駅の手前では阪急電鉄小弱工場と、アルナ車両、同駅の先では、JR 貨物水田機関区、JR 西日本水田総合車両所がそれぞれ、左側に広がる。水田駅の先で、 阪急千里線を越え、右側の貨物線から分岐した片町線支線である、上東貨物線が旅客線を乗り越えて、南東側へ離れ、大阪東部を縦断する、大阪東線が梅田貨物線に合流する。旅客線の福福線と梅田貨物線、北方貨物線の、計8本の線路で神崎川を渡ると、大阪市に入り、戦前に計画された、 弾丸列車の接続駅となる予定だった東淀川駅。現在の新幹線接続駅である新大阪駅までは700メートルもなく、大阪東線はこの駅には停車しない。北方貨物線が右側へ離れると、東海道、山陽新幹線における大阪の玄関口である新大阪駅。大阪東線や大阪メトロ未動筋線とも接続する。 駅開業時は周囲に田園が広がる風景だったが、現在はビジネス街として発展している。なお、東海道本線開業時の水田駅、大阪駅間のルートは、現在の新大阪駅を通るルートではなく、現在の阪急京都線淡路駅を通るルートであった。対象期にルートが変更され、それまでの急線は北大阪電気鉄道の線路用地に転用された。 新大阪駅からは、山陽新幹線が西へまっすぐ、山陽方面へ向かうのに対し、東海道本線は、U 字型にカーブを描いて、淀川対岸の大阪市街地を経由する。新大阪駅を出ると、阿蘇市総合車両所宮原支所からの東回り、海藻線が合流し、阪急京都本線を乗り越えて、淀川を渡る。渡り終えると並行していた。 梅田貨物線が右に離れに地球上駅方面へ向かう。ヘップ5の観覧車の手前で右にカーブして南側から大阪環状線が近づくと大阪駅に至る。同駅には2011年に商業施設大阪ステーションシティが開業した。周辺は梅田の繁華街であり、阪急各線や阪神本線の梅田駅、大阪メトロ未動筋線。 谷松線、四つ橋線の各駅及び、JR 東西線北新地駅がある。大阪駅神戸駅間天ヶ崎駅付近。JR 東西線が合流する東灘信号場、大阪駅からは、阪急神戸本線、阪神本線や国道2号、阪神高速3号神戸線とともに、神戸を目指して、西方向へ向かう。この大阪駅神戸駅間は、 関西地区発の鉄道開業区間であり、新橋駅横浜駅間に次いで歴史が古い。民営化後は JR 神戸線の愛称で案内されている。大阪駅を出ると、東海道本線が大きく、右にカーブする形で直進する大阪環状線と、離れて梅高物線をまたぎ、阪神高速11号池田線と、並行して再び、淀川を渡り、 塚本駅に至る。阿保市総合車両所宮原支所への西回り、海藻線が分岐し、江崎グリコ神崎工場を過ぎて、北方貨物線が合流すると、阪神高速池田線が右側へ離れる。左にカーブすると地下を通る、JR 東西線の鹿島駅があるが、東海道本線に、駅はない。同線はその先で、東海道上下角外側線。 内側線の間に現れる。神崎川を再び渡ると、兵庫県天ヶ崎市に入り、JR 東西線と福知山線が接続する天ヶ崎駅に至る。ここから、芦屋駅付近までは再び住宅密集地の中を進む。天ヶ崎市役所の最寄り駅である、立花駅を過ぎると向こう側を渡って、西宮市に入り、すぐに、甲子園口駅があるが、 阪神甲子園球場へは、阪神本線の甲子園駅の方が近い。同駅を過ぎ、名神高速道路と、阪急今津線をくぐると、西宮駅。この付近からは、国道2号と、並行して、大阪湾と六甲山地に挟まれた平地の、住宅街を進み、内陸側の阪急と海側の阪神の線路も近づく。桜宿川駅、続いて、芦屋市に入り、 芦屋駅へ。天井川の芦屋川を芦屋川トンネルで抜けると、神戸市に入る。江南山手駅を過ぎ、次の摂津本山駅は、阪急の岡本駅と500メートルほどの位置にある。住吉川トンネルで天井川の住吉川の下を、抜けると、左側から、六甲ライナーが近づき、住吉駅へ。同駅を出ると高架になり岩屋川を渡る。ここにはかつて、 天井川の石屋川をくぐる日本初の鉄道トンネル、石屋川トンネルがあった。阪神、淡路大震災による東海から再建された、六甲道駅を過ぎると、マヤ駅。ここは、かつての東名田信号上で、神戸港駅に繋がっていた貨物支線が分岐していた。そして、名田駅を過ぎ、右隣に現れた阪急神戸本線と、並行して、 高架線を進む。新生田川を渡ると、三宮の市街地に入り、三宮駅に至る。同駅は隣接する阪急、阪神の三宮駅とともに、神戸市中心部のターミナルを形成しており、ポートライナー、神戸市営地下鉄も接続している。山陽新幹線の新神戸駅は、六甲山地の麓にあり、地下鉄山手線で連絡している。 三宮駅を出ると、阪急神戸高速線と並行して高架線を進み、元町駅付近で同線が地下に潜る。同駅の高架下には、元町高架通り商店街があり、周辺には、日本三大中華街の一つ、南京町がある。元町駅の次は、神戸駅。メインターミナルとしての機能や賑わいは、三宮駅に譲るが、 神戸ハーバーランドなどの開発が進み、港川神社にも近い。東京駅から営業キロで5 8 9 5トル続いた東海道本線はこの駅で終点であるが、線路はこの先山陽本線へと続いている。管轄、路線延長東京地区の本線と、四川大阪地区の本線と、四川駅駅,駅数、186線路。 電化方式運行管理、旅客運賃、乗車券関連この節では、道路線上に設置されている、停車場を会社ごとに列挙する。本項目では、全停車場の名称と、主要な停車場のキロほどのみを記し、詳細は地域ごとの路線記事、系統記事に記載する。また過去に存在した、停車場についても触れる。は、貨物専用駅。お付与した駅は、 貨物取扱駅を表す。は、臨時駅を表す。支線、貨物線の名称は通称。東日本旅客鉄道運行系統図詳細は、各運行系統記事を呼び下に記された各、支線記事を参照。駅一覧、豊橋駅前原駅間は、東海道線駅一覧を参照。内は、起点からの営業記録西日本旅客鉄道詳細は、 各愛称路線記事を呼び下に記された各視線記事を参照。内は、起点からの営業記路。日本貨物鉄道名古屋港線についての詳細は、路線記事を参照。内は、起点からの営業記路。駅名、施設名は、廃止時点のもの。東海道貨物線、高島線、名古屋港線、神戸臨港線も参照。廃駅廃止区間にある駅を除く。 東海道貨物線、高島線、名古屋港線、神戸臨港線も参照。廃止信号場廃止区間にあるものを除く。報道発表資料新聞記事列車の遠隔。ありがとうございます。